やっほやっほ、イヤホン買ってるかい？ふぐみかんのイヤホンレビューの時間だよ。あいつらやりやがった。今回紹介するのは、KZEDA。多分史上稀に見る、3台のイヤホンが1つのパッケージに収まった、1台あたり1ダイナミックドライバーの音変化イヤホンだ。各メーカーはイヤホンに付加価値をつけるために、いろいろな要素を、イヤホンに盛り込んでる。音変化、というのは、結構重視されるギミックの一つだ。これは、ノズル部分や背面部分の部品を一部交換し、その部分の解放度などの違いによって、音を大きく変化させるもので、代表的で数が多いのが、ノズル部分を交換するフィルターギミック。ついで、背面解放部の大きさやフィルターを変化させるギミック。さらには変態なところだと、音を鳴らす部品、ドライバ自体を交換してしまう、スマバットみたいなアプローチもある。そんな中で KZ がやったのは、3つの音が聞きたいなら、3つのイヤホンを作ればいいだろ。ある意味一番スマートな回答。いやバカだろ。そういう頭いいバカ感があるのが、KZ の素晴らしいところなんだけど。KZ がフィルターギミックができないから、すっとんきょうな手に出た、というわけでもなくて、KZ 系のブランドからは、以前に2種類のフィルターギミックを搭載したモデルが登場してる。KZEDQ 及び GKGR は、フィルター部分を交換することで、高音モードが可能になる2台。当時の低価格機の水準としては、うまくできてるモデルたちだった。でも KZ は気づいちゃったんだ。自分らのイヤホン安いんだから、フィルター変えるよりチューニング変えて3つ作った方が安いって。アメリカは宇宙で使えるボールペンを作り、ソ連は鉛筆使った。それに近い何かを感じる。と、言っても、1台のダイナミックドライバーが搭載された低価格機を3台渡されても、と思うかもしれないけど、このタイミングで発売されたのが、重要なんだ。脳がバグる、3ペアのイヤホンが収まったパッケージを開けると、付属品で力尽きたのか、サイズ違いのイヤーピースとケーブルはそれぞれ1セットしかない。イヤーピースは M サイズのみ3ペア、本体についてる状態で送られてくる。イヤピとケーブルは共有しろ、あるいは余ってんだろ？という層向けの商品みたいだ。価格上昇を極力抑えた、と、好意的に解釈しておこう。ハウジングなんだけど、ちょっとメッキパーツの面積の関係で、Z エースとかと比べると若い印象を受ける。レジンを積層したサンディーシールではなく、本体の樹脂がそのままフェイスプレートに覗いているので、ドライバーの背面が観察できるようになってるな。装着感はいつも通り、コストダウンのためか、ノズル部分は金属製部品が使用されていない。個人的には、シンプルに KZ ロゴで Z エースとクスのような形状の方が嬉しいかも。メッキパーツは使い除が難しいな。付属品類はいつも通り、と、言っても、3台で1セットを共有する形なんだけど、銀メッキ線タイプの、KZ ピペックケーブル、外部に編み込みが出てない直線タイプで、絡みにくく、そのままでも音質的に不満がないケーブルだ。それから、いつも通りのイヤーピースがついてくる。ただし、口を酸っぱくして言うが、付属品は1セットのみだ。3台をリケーブルしないで使いたいなら、もう2本のケーブルが必要な点は頭に置いとこう。というわけで、見た目はいつもの KZ、ドライバーもいつもの KZ、でもさっき言ったよな、この時期に出たのが大事だって。CCACRA を覚えてるだろうか、ちょっと前に発売された、1ダイナミックドライバーのイヤホンだ。このイヤホン、今までの KZ から大きく変わったところがある。個人的には MST を搭載した、ZEX とか NRA 並みのニュースだった。KZ がついに振動板にこだわり始めた。いや、今までもこだわってたのかもしれないけど、ZST 以降、聞こえてくるのは、ドライバーでっかくして低音強くした、ドライバー反応良くして中高音良くした、ドライバー22時期回路積んで力こそパワーにした、でもやっぱり背面抜いてちょうど良くした、でもやっぱりパワーは大事なので背面にカバーかぶせた。と、なぜか振動板関係の変更はほとんど聞かなかった、試作的なアプローチで、グラフェンを搭載した、とアナウンスした KZES4 や、チタンを搭載した、KZZSN といったアプローチはあったけど、基本的には、振動板にピックアップするような要素は乗らずに今までやってきたんだ。どうしてもドライバー数とかの構成に目が行きそうなんだけど、この CRA は、初めてドライバーの肝、実際に振動して音を発する振動板に、大きなアプローチがあった一台なんだ。CRA の魅力は、振動板が今までの KZ より薄く作られていること。この薄さが反応の良さ及び、高音域の明瞭さを生み出す。NRA 以前の KZ 製1ダイナミックドライバー機は、BA 抜いちゃいました。感化、かなりボームに振ったイヤホン、といった印象を受けてた。特に、20時期回路搭載モデルが標準になると、明らかに BA ドライバーによる高音域補助を前提とした音作りになっていき、ED シリーズに関しては、どれもかなり暖色傾向が強い仕上がりになっていった。その雰囲気をぶち壊したのが、NRA に採用された薄型振動板。
そう、この薄型振動板、EDA にも採用されてるんだよ。というか、EDA は NRA の KZ 版、と言ってしまってもいいかもしれない。CCA と KZ、一時は完全に同じ音、同じ構成のモデルを、デザイン変更で発売する状態になっていたんだが、この EDA と NRA に関しては、チューニングが別物だ。高音出てくるようになったよ、低音も強いよ、と、全力で頭をぶん殴りに来ていた NRA のチューニングと異なり、EDA は、バランス、ベース、ハイファイ括弧高音重視の3モデルが用意されてる。NRA を知っていると、高音、低音ともにおとなしくなったバランス、低音だけ NRA と同じかちょっと強いバス、そして、低音を抑えて高音を聞きやすくしたハイレゾ、ただしそれでも低音は強い、という、いかにも KZ 的な、パワフルな3モデルが並んでいる、PA の補助がなくても、気持ちよく高音域が鳴らせる、という新型ドライバーの実力を再確認できる一本だ。ほんと、最近この手の1000円から2000円くらいの、低価格10ミリダイナミックドライバーが一気に進化した感じがあるな、というわけで、3台同時販売は無駄ではない。でも最初から自分の好きなキャラが決まってる人は、バラ売りしてくれたら嬉しかったなぁ、と思うに違いない。そしてそういう人を逃さない、NRA とはチューニング違うよ、という事実。最近は NRA が発売されたけど、価格的にこっちの方が色々楽しめるので今のところおすすめだろうか。マニアなら、3つのイヤホンが収まってるパッケージを自分の手で開封する、という珍奇な体験だけでも割と価値があるように思える。ここまでの話を聞いて、面白そう、と思ってしまった人は、明らかに素質あり、だ。音色について、バランスモデルを基準に見ていこう。バランスモデル、と言っても、それは KZ 内でのバランス、以前のモデルに比べて明らかに高音側の反応が良くなり、ハイブリッド機に依存しなくても良いものが作れる、というのが証明されてるな。いや、これに BA 積んだ音も聞きたいので楽しみではあるけど。金属音は過剰に金属質にならないが、要所要所にパンチは効いてる。ただ、標準の銀メッキ線でも刺さるような印象はないので、そこはちゃんと刺さりやすい帯域を調整してるのが伺えるな。中音域、ボーカルも、以前のボーカルを捨てた KZ 状態の低価格ハイブリッドモデルから、超マルチドライバーでいた、ボーカルもできる、という印象を、EDA でもしっかり裏切らない。ただし、高出力なアンプで大音量で聞いた時に、結構強烈な刺さりがあるので、低出力の環境、かつあんまり音量を上げないでもしっかり聞き込めるイヤホン、という印象が強いな。僕は結構音量を落としてずっと聞いていたい人間なので、小音量でもくっきりボーカルが聞こえる、というのはプラス要素だ。低音域、ここはとにかく分厚い、以前のサブベースが特に強化されてた傾向から、もうちょっと上の、普通の低域から力強くなるようになったけど、それでも特に超低音域であるサブベースが強烈な印象を与えていくのは、やっぱり KZ のダイナミックドライバーの得意分野だ。高音域やボーカルが埋没する、という印象があるかもしれないけど、それを解決するためのバランスバージョンや高音版だ。なお、もっと低音を求めている人向けにバスバージョンがあるわけで、そこのもう一方、この奇烈な方法で解決した EDA は、あともう一歩さらにバランスを崩したかった人、あるいはもう一歩 KZ 系のバランスで高音域を追求したかった人におすすめしたい感じだな。なんで3台?というよりは、なんで3台で手頃に買える値段になってんの?というところにフォーカスが行く人は、EDA は確実に満足させてくれる1台になるに違いない。空間表現は標準的、やたら広い ZS トクスや ZAS、ZAX のような、マルチドライバーと違って、空間表現が拡張されている印象はなかった。ドライバーの世代が変わったのも影響してるのかも。新型ダイナミックドライバーは、KZ の1ダイナミックドライバーの世界を大きく変えたと思う。他社と比較しても、高音域の表現力が追いついたのに加え、やっぱり KZ 独特の、サブベースがブリップリに盛られてる感じがプラスになるんじゃないかな。これは、音量が抑えられていた高音バージョンですら顕著な要素なので、KZ 系の二重軸系でしか味わえないサブベースのインパクトを、それのために何かを諦めないでいい?高品質な振動板を組み合わせることによって一段引き上げたのが NRA5 のシリーズだと思う。で、どうせ安く作れるんだからちょっとやらかしちゃうか、という、面白いおもちゃ犬お気に入りのイヤホン。それが EDA だ。正直、NRA からそれほど変わらないかな、と思ってたんだけど、どれも違う上に簡単に体感できたので、ぜひパワフルで面白いイヤホンが欲しい人には触ってみて欲しいと思う。ただし、とにかく強い KZ が欲しい、と考えている人には、実は、できることをやる。全部やる。の音作りな NRA の方が、この3台を足して2でしか割ってないようなとんでもない強烈な音作りなので、楽しめるかも。個人的には、
スタンダードなバランス版、低音がガツンと効いたベース版、高音がキラキラ主張してくるハイレゾ版、そして全マシワガママイヤホンの NRA、と、3台どころか4台で遊んでみてほしいところだ。1台の完成度も高まった時期だからこそ、3台聴いて楽しいと思う、いろいろ気分で変えたい人、おすすめだぞ。と、こんなところだな。新鮮で面白くて、音も結構いい、そんなブランドであることを、KZ には期待してるので、ちょっと飯を吹き出したアプローチではあったけど、思う存分楽しめた1本だった。いや、3本か？まあいい。とにもかくにも、EDA は、この価格を出すに値する体験ができると思う。あとは ZS トス製みたいな、過去のモデルも味変できるようになると完璧なんだけど、あるいはこの新作ドライバーをハイブリッド化したり、MST と組み合わせたり、無限の可能性があると思うので、ぜひともポコジャカよく考えずに新作を乱発してほしいところだ。といったところで今回はここまで。